はい、こんにちは、むかげです。このね、GoPro Hero 9に関する動画を、まあ、そろそろもうねやることがなくなってきて、まあ、今週末ぐらいにはねちょうど手に入れてから1ヶ月ぐらいになるっていうこともあって、まあ、最終的なねあの総括動画みたいなのを作ろうと思っているんですけれど、その前にね、どうしてもねやっておきたい検証っていうのができました。僕はまあ常々その GoPro Hero 9で、一番いい画質っていうのはどうやったら撮れるんだろうかっていうことをいろいろ検証してきたんですけれども、最後の最後にですね、ちょっとどうしても検証してみたいって思っているのがね、この GoPro には必ずこのレンズにケースがついているんですけれども、あの画質にどういうふうに影響しているのか、特にこの GoPro Hero 9において、それをねちょっと検証してみようと思っているんですけれども、あの僕はねあのカメラだけじゃなくてですね、スマートフォンなんかでもそうなんですけれども、あのいわゆるね保護フィルターだとか保護シートとかっていうのも一切つけないタイプなんですね。で、まあ、特にこうレンズの保護フィルターっていうのに関してはやっぱりちょっとフィルターを1枚かますことで解像感が下がるんじゃないかとか、画質にちょっと影響するんじゃないのかっていう、そういう思いがあって、まあ、つけることはまずないんですね。どうしてもあのマクロレンズに関してはね、あの被写体にどうしても寄ってしまう関係から、あの保護フィルターはつけるんですけれども、その他のレンズっていうのはもう素で使ってるんですね。僕ね結構そういう傾向っていうのがあって、あの食べ物なんかでもそうなんですよ。コロッケとかでも僕ソースなんかかけないんですよ。で、あのこういうこと言うと、あのじゃあお好み焼きにもソースつけないんですかとかっていう人いるんですよ。で、実際にいたんですよ、そういう人。お好み焼きをつけるでしょっていう話ですよね。お好み焼きにソースつけてない人なんて見たことないですから。お好み焼きはつけますよ。でもコロッケとか唐揚げには何もつけないんですよ。それと同じように、あの基本的にね、もともとこうあるものに手を加えるのっていうのがあんまり好きじゃないというか、まあ、ただあの浜の弱なだけなんですけれども、ただね GoPro に関しては、まあ、どうしてもこうアクションカムっていう、まあ、そういったねジャンルのカメラっていうこともあって、こう、まあ、とにかく雑に扱っていい、とにかく壊れないっていうところがあって、このレンズ周りなんかもねベタベタこう触ってそのまま撮影したり、することもあって、やっぱりレンズフィルターはねこれはもう絶対必要なんだけれども、そうは言ってもやっぱりこのレンズと風景の間に1枚こうフィルターがかかっていることには違いないんで、あの何かしらやっぱ影響があるとは思うんですよ。でそれがね実際どれくらい違うのかっていうのを今日はちょっと調べてこようと思います。うわーすげー、今これ協定所なんだけど、ちょうど解体作業やってる。見えるかな？この辺ちょっと GoPro の弱いところなんだけど。見えるかな？ちょっと見たい。うわ。取れなかった。はい、ということで今はね、保護レンズフィルター付きの状態で撮影しています。どうだろう、一応ねあの保護レンズフィルターは拭いて綺麗にした状態で撮影していますけれども、まあこれでも十分綺麗だよね。じゃあね、今からこれをちょっと外してみたいと思います。どうだろう、あの背面ディスプレイを見る限りは、全く何も変わっていないですけれども、これでレンズは裸の状態、フィルターが何もかかっていない状態なんで解像感が上がっているものと期待したいです。じゃあちょっと自撮りで、今はね保護フィルター付き、今日ねちょっとね逆にこれだけ天気がいいとあんまりその解像感とかにも差が出ないのかなという気はするんだけど、後でねちょっと室内での検証もしてみたいと思うんだけれども、今は保護フィルター付きの状態です。今ねちょっと逆光気味ですけれども保護フィルター付き、じゃあここからね保護フィルターを外していきたいと思います。もうはい、今ね保護フィルター外しました。これがフィルターどうでしょうね。願わくばね若干こう解像感が良くなっていてほしいものなんですけれども、
そんな変わんないでしょうか。じゃあまたちょっと保護フィルターつけてみます。はい、今また保護フィルターつけました。あのね、デフォルトの状態だとかなりこうレンズフィルターが硬くて外しづらいんだけれども、これね、一旦外した後止めネジをね、精密ドライバーなんかで緩めてやると、かなり簡単に取り外しができるようになります。その辺も動画の最後にちょっとお知らせしようかなと思っています。はい、でね、今ねこのショットなんですけれども、結構ね色もあるし、緑の色とか青空とか、あと遊具の色とかもあって、あと影も出てるんでね、ちょっと解像感の比較にはいいかなと思います。で、今ね保護フィルターがついている状態です。で、これをちょっと保護フィルター今から外してみます。よいしょ。はい、どうでしょう。あの背面ディスプレイからはね、もちろん何の変化も確認できないですけれども、あの PC モニター、 4K モニターとかで見た場合どれぐらい変化が出ているのかなというふうに後でちょっと見てみたいと思います。じゃあまた保護フィルターつけてみます。はい、今保護フィルターがつきました。でね、ちょっとさっきまで逆光気味だったんだけど、今順光で撮影しています。いや、やっぱりね、あの綺麗だな。今ね、ちなみにフラットですけれども、やっぱ GoPro カラーよりね、もう僕はね、もう基本的にもう GoPro カラーは使わずに、もうずっとフラットでの運用。今ね、あの保護フィルターついている状態ですけれども、でここからちょっとフィルター外していこうかなと思います。よいしょ。はい、今保護フィルターを外しました。順光の状態で、どれぐらい綺麗に出ているでしょうか。スキントーンとかどんな感じかな、肌色とか特に。今日はね、もう本当ザ秋晴れっていう感じで、めちゃくちゃ気分がいい。もうこのままね、本当電車乗ってどっか行きたい気分なんだけど、そういうわけにもいかず。はい、じゃあまたちょっと保護フィルターつけてみます。はい、やっぱりね、 GoPro っていう、アクションカムっていう性質上、通常使いではね、あの保護フィルターっていうのはもう絶対必要なんだけれども、個人的に例えばあの室内での撮影だとか、あとまあこう B ロール的な撮影をするときとか、そういうときにね、とにかく画質を上げたいっていう場合に保護フィルターを外すことが果たしてありなのかなしなのかっていう、そういうめちゃくちゃニッチな検証ですけれども、今高架下ですけれども、この解像感どうでしょうか。今保護フィルター付きです。保護フィルターを外します。今外した状態です。どうでしょうか。はい、ということで今室内に戻ってきました。保護フィルターのあるなしで解像感が変わるのかという検証の続きなんですけれども、今ね、保護フィルターをつけている状態での撮影となります。で、室内なんですけれども、 ISO は200までというふうに設定しているので、かなりね解像感っていうのはいいんじゃないのかなというふうに思っています。それじゃあ今から、この保護フィルターを外します。はい、果たしてこのビフォーアフターで違いがあるのかどうか。あのね、
今こう思っている感じでは多分ねほとんどないんだろうなという気はするんですけれども、個人的にね屋外で使う分にはこの保護フィルターっていうのはもう必須、絶対必須だと思っているんですけれども、室内でね、仮にこの1枚のフィルターのあるなしで解像感っていうのは変わるんだったら、まあ、外してもいいかなと思っているので、ちょっとどういうものかなというふうに思っています。はい、ということでね、かなりニッチな検証となりましたけれども、まあね、本当にもうこれぐらいしかもうやることがないんですけれども、そろそろ本当に GoPro Hero 9の総括する最終的なね、僕が今後使っていく上でのもうファイナル設定っていうのを、まあ、紹介しようと思っています。でね、最後にこの GoPro Hero 9の保護レンズの取り外し方で、簡単な取り外し方法をちょっとご説明したいんだけれども、これね僕はもうこうやって簡単にひねれば取れるようになってるんだけど、デフォルト状態ではこれがかなり硬い、もうあのここのね隙間にね爪とか突っ込んで引っ張って、回してやっと取れるみたいな感じなんだけど、これがね僕は結構嫌なんで、あの簡単に取り外しできるようにやってるんですね。でそのやり方っていうのは、まあ、一旦これを外してもらって、まあ、そうするとこれがあの保護レンズの裏側なんですけれども、ここにね4つネジ止めがあるんですね。でそれぞれのネジ止めっていうのはこの両端にある、まあ、これ1本の金属なんだけれども、まあ、これがねロック機能になってるんですよ。でここにこれを止めてるんですけれども、この、ネジ止めを緩めるだけ、あの若干あのデフォルト状態はねかなりギューって強く締まってるんだけど、それをまあ 1,2 回分、一回り二回り分ぐらい緩めてやると、あのこのロック機能のところの締まりっていうのが若干緩まるんですね。でそうすることでこう簡単に取り外しすることができるようになります。保護レンズ外さないっていう方はもう別にそんなことする必要ないと思うんですけれども、いろいろねこれからまあサードパーティー製の ND フィルターだとかあのカラーフィルターとかっていうのが出てくると思うんで、そういうのをつけてみよう、そういうのをねつけて撮影しようっていうふうに思われている方は、これデフォルト状態だとねこれがもう一回一回外すのはすごく大変なんで、こうやってネジを緩めてもらうと、この保護フィルムもかなり取り外しが簡単になります。だからといってねこう通常利用で外れるっていうことはまずないんで、ということでねこれが保護レンズの簡単な外し方です。はい、ということで今日の動画はこんな感じで、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではおもかげでした。